肋骨の矯正最高って今言っていますけども、単純に肋骨をねこう柔らかくしたり矯正をかけたり、まあ揉んだりねしていくのではなくて、まずやるべきことが他にもあって、靭帯の緩みというものが、コネジが緩んでいる場合はそこを締め直さなければいけないし、もう固く潰れてねじれてしまっている場合は膨らませて、このねじれを取ってあげて、そして守るための緊張ですね、これ非常に厄介なんですけども、潰れていくものを守るためにわざと固くして緊張させて、まあ、切開化だとか、脂肪をつけるだとかね、筋肉を硬くするだとか、その守っているものをまず脳に対して外していいよという条件付けをしないと、この肋骨が、まあ、緩まない、で軸で動かせないってことは緩まない、軸を作り直す、そして、守るための緊張を抜いて、そこから初めてこの肋骨調整というものが始まります。昔は